した小渕優子議員。小渕議員といえば、新しい元号は平成であります。今では平成おじさんとも言われる小渕恵三元総理を父に持ち、2008年麻生内閣で戦後最年少34歳で初入閣。2010年経済産業大臣として2回目の入閣を果たすなど、未来の総理大臣候補と称されるように。お酒も強く気さくな性格で、記者の中には優子派と呼ばれる人もいるんだとか。しかし2010年10月、未来の総理大臣候補の呼び声が高い小渕優子経済産業大臣に、今週チャリが怖くて政治の問題が発表しました。関連政治団体の政治資金収支報告書に虚偽記載が発覚。元秘書2名が政治資金規正法違反の罪で在宅起訴され、小渕議員は不起訴となり、父が会長を務めた派閥の流れを組む茂木派の一員として、現在自民党の選挙対策委員長という重要なポストを務めている。そして木曜日、茂木派の離脱を表明。その理由について、自身の政治姿勢を示すためだ。これについて政治部室井デスクは、小渕さん自身はその政治改革大綱を抱えている閣僚内支持自民党幹部になった場合は派閥を離脱する、それを多く受け止めている、その結果自分も茂木派を退会するといったようなことを、まあ、表向きの理由としては表明したんですけれども。政治改革大綱とは、1988年に発覚した政治家の汚職事件をきっかけに策定され、そこには党幹部は派閥から離脱するなどの案が示されている。いいもの見つけた。
問題、大きな問題2問あんねんから、はい、両方真面目に解かなかった片っこしか解かんと派閥の問題ばっかりしか入れて、はい、片っこのやり背景大きい方のお金の問題を捨てたらあかん。そんなお怒りの泉さんといえば、おはようございます、島根聡です、昨日頑張ります、いらっしゃいませ。今週、地元兵庫県明石市でお詫び行脚をしていた安倍派5人衆の一人、西村前経産大臣の東大時代の1年後輩、ボクシング部の体験入部で意気投合し、かき氷も一緒に食べたことのある2人だが、西村前経産大臣が裏金は一切ありませんというビラを配っていたことについて、今週明石市にいた泉さんは、ずるくないですかね、気はしますね。イシケンさんどうでしょう。
これ従来だったら、まあ、今回離党しました、で次の選挙で再選しました、しれっと戻ってますっていう、まあこういうパターンもあるのかなと思ってたんですけど、まあ、今回どうやらこうそれを一番強く推している茂木派の方もちょっと空中分解気味ではあるので、まあ、そういう意味で言うと本当にこう先がわからないうやむやの今状態にあるのかなと思うので、茂木派がもしこう解散だったりとか空中分解した場合は、まあ、もう少しこの問題もつれそうだなっていう印象があります。うん、離党はあんまり大したペナルティーじゃないのは、復党できるから、うん、復党できないとか10年ダメだとか、うん、それも必要かもしれない。ねえ、さあ元自民党の国会議員、太蔵君、そういう時だけ自民党です。こういう流れの時だけしてる。デーブさんがおっしゃいましたけど、あの離党勧告はしました、じゃあ離党させましたと、じゃあ次の選挙で本当にその選挙区に自民党の候補者を立てるのかって、でそこまで行くんだったらもう完全離党ですけど、うん、案外よくやる手はあの自民党の候補者を立てない、うん、で有権者が選ばれたらもう急ぎは済んだと、うんうん、これ伝統的手法ですよね。なるほどね、そのパターンもありそうだと、ね、さあ一方岸さんは、はい、この離党を求める声にはちょっと疑問がある。あのそもそも安倍派の幹部、これ当然重い政治責任というのは当然ありますね。これは当たり前だけど、ただ2つ疑問がありまして、じゃあ安倍派の幹部、責任というのは、これは検察が会計責任者を発見したことが原因なのか、当然二階派、岸田派も同じなんですね。なんで安倍派の幹部だけなのかなという疑問がありまして、でもう一つ疑問なのがですね、茂木幹事長のやり方でして、うん、要は自分たちで説明責任を果たして、自分たちで、まあ、もうどうするかを決めるという、あれ、派閥解消って自民党行きませんかと、なのに派閥でやれよと等しいですよね。でこういうのは本来自民党の執行部があのしっかりあの聞き取り調査をして事実を確定して、でその上で執行部が決めるべき、それを自分たちで決めろというのは、あの中間テーマとかで派閥解消と言いながらやってることは派閥前提じゃないかと、これもおかしいと思いますね。さらに党内では派閥からの離脱も相次いでいます。こちら見ていきます。小渕優子選挙対策委員長が茂木派を脱会したのをはじめ、派閥を存続させる一方の麻生派、茂木派から離脱する議員が相次いでいるということなんです。はい、岸さん、小渕の乱なんて言われてるそうですけれども、ね、こういった動きあるんですか。あのまず小渕さんの今回の動きは、うん、党幹部として、まあ、派閥を離脱する、非常に正しい対応なんですね。でそこは評価すべきなんですけども、やっぱり同時にですね、政治闘争がもう始まってるのかな。つまりあの今回小渕さんがいた茂木派というのは、小渕さんのお父さんが、うん、あのまさにトップを務めていた派閥でして、実際派閥の中には、茂木さんじゃなくて小渕さんを総理にしたいという方も結構いらっしゃる、うん、でそういう中で抜けたというのはですね、やっぱり小渕さんご本人もかつてこの政治とお金の問題で既に傷を持つですね、でそれがやっぱり真摯な反省を踏まえて自分の失敗の経験から正しい対応をして、こういうふうに、今一番で、有力派閥を出たと、うん、ある意味でこれがきっかけになってまた、女性総理候補に、浮上する可能性も十分あると思いますから、でそういう政治闘争的な要素がもう始まってるのかなという気がしますね。というか、はい、でもこうなるとこう我々なんかも結局こういう話になっていくんだけど、そもそもの問題からはもうかなりずれてる、ね、だからこれが話題から自体おかしいんですよ。で本来派閥の問題も大事だけども、一番大事なのは政治と金の問題、政治資金規正をどうするのかっていうのなんですが、それが派閥の方ばかりちょっとおかしいですね。慎吾とね、橋本離脱した経験がまああるわけです。離脱って言われたんですよ。橋本離脱って言われたんですよ。社会、人が3人以上集まると仲良しグループ
して自民党は総裁総理になるために20人推薦人を集めないのかだから絶対にあるという政策を共有する仲間がいないと取れないし大臣の任命できないんですよ。知らない人の方ができないと。だからそういう意味では派閥的なものがずっと残るし、だからこそ金の流れを例えば財務省に回すなんで回んなの面倒くせえやん、4回くの。やだな、4回。行為をどうするかっていうのを決める必要があるんですよ、ね。やばい。なんでこっちなんだ、この10時半でこっちなんだ、これ。いっぱい、またこれなんですか。自民党が大きいから、それだけに、その、自民党の懐の深さの表現でもあるわけじゃない。別に、まあ、お二人だけだと思うんですけど、一つだけ言わせていただくと、この、政治立場本部の中間というのは、で、まず派閥の解消って言ってますよね。で、三木さん言ったように、どうせこれ政策集団とかで復活するんですね。で、派閥の会社ではみんなあれやったりとか、注意してください。一つは派閥の、あのパーティーの派閥の稼ぎとか、いくらでもできますし、この機関が欲しかったのか、だから派閥の会社は、だから注意してください。これまでは政治資金規制法の問題ですよね。法改正しないといけないから、中間というのがこれに関しては内容がはっきり言ってゆるゆるなんですよ。で、加えて言えば、ご理解できないとか、与党で協議しますよ。総理って別に自民党だけで法改正、あの法律の改正なんですか。自分でどんどん出せばいいんですよ。それやらないで野党協議ってなんか自分化石して派閥の解消でですね、世間の流入が収まるかって見てるとしか思いませんから、ちょっといい加減にしてくれって言ってますよね。うん、後藤部長、今後なんですけど、こういった議員たちの派閥の離脱みたいなのどんどん増えてくるんですか。少なくともやはり離脱の動きというのは引き続き継続する